そりゃこっちのセリフだ。サボってんじゃねえ。てめえ、何やってやがる。ざけんな。放棄は反復させねえと、きちっとゴミを集めきれねえ。ストロークを大きく、ゆっくりと教室の中心まで吐き上がれ。こういう感じに。なあ、なもん俺には一番縁遠い職業だろうが。ちめえ、そっちやってねえじゃねえか。くそ、なんだっててめえなんぞと。誰だってよくはねえ。俺はいつでも一匹狼だ。完全にバッドだぜ、てめえは。分かってんのか？俺はいつでもてめえとバトルを所望だぜ。バストを引くのがそんなに怖いか、腰抜けが。その程度か。くだらねえ、バッドテイストだぜ。知るか。黒板消しクリーナーだろうが、ラーフルクリーナーとか呼ぶこともある。知るか。どっかの地方で黒板消しをそう呼ぶんだとよ。知るかよ。なあ、終わった終わった。あとはてめえでやんな。君悪い。大体てめえは最近なんやらやってんじゃねえか。ざけんな。てめえと慣れ合う気もつるむ気もねえ。アバよ。ち、テレビっ子か。ブラックジャックだ。うぜ、俺は帰るっつってんだろうが。ち、いちいち勘に触る野郎だ。千早さん、お茶が入りました。ありがとうございます。わーい。なんです、いきなり。
べてからじゃダメ？頑張ってらっしゃい。寝太郎くん、寝言、ざれ言、よまい言の類はもう少し静かにお願いします。するんですけど。だってくだらない話ばかりなんですもの。一応情報源になりそうなもののアドレスとテキストはコピペしておいてあるわ。仕方ないわね。この町はそういう話の宝庫だもの。大半は森の話ばかりだけど。なんか延々ループしてるっぽいけど。なるほど。その他廃墟などの情報もありますね。どこの町にもある話ね。ご存知？郊外のアスレチック公園。どういうところなんです？広い広場があったりとか、休日は子供連れがいっぱいだね。桜並木もあるから、お花見にももってこい。あそこ、自殺者が何人も出てる回帰スポットって言われてるわよ。8年ほど前にもあったそうだけど、あなた方ちょうど遊びに行ってた時期じゃない？聞いたことないです。意外と本当に直近の地元の人間にしか知れ渡っていない話ってあるものよ。ガセだろうけど。ソースになる記事や証拠のデータが存在しないから。確かに軽く検索しただけですが、地元のニュースなども引っかからないようです。新聞社のデータバンクなどへアクセスをかければあるかもしれませんが。そんなのできるの？非公開のとある会員制度を使えば可能ですよ。某社の創立当時からの全紙面データ程度でしたら、検索も瞬時に行えます。そうね、そこの真実を探る調査とかいいんじゃない？ほぼお前にとっては不本意な結果になるでしょうけど。でも茜さんちゃんとその辺まで調べてあるんですね。ん？そういやそうだ。たまたま見つけただけよ。タイも何もありはしない。とにかくこれで私は外に出なくていいわね。お嬢様もちょっと違えばもう少々可愛げが増すと思うのですが。ムカつくわ。分けした方がいいんじゃないです？じゃあ行ってきます。別に一人でも大丈夫ですから。一回りしたら戻ってきます。では私はこれで。私はどうするかね。当てはあるけど。けどね。
した当てじゃないんだけど、もしかすると不思議な出来事かもだ。私の見たところ、ノストラダムス級。今日は存分にドキドキするがいい。立てる？お医者さんのとこ行く？小太郎くん、何持ってるの？うひゃー、エロい。男の子にはエロすぎる。だから没収です。健全な列上は健全な精神から。ブンツヘイ、待ちなぽーい。こんなもの拾っちゃって、エロエロしい、うん、これなら持ってていいよ。なぜわかる？金貨の方がいいな。
自分じゃ鍵かけられないよね、これ。芸人さんですか？出してあげようか。開けた。今まで雑誌の広告ページにある神秘グッズで何度も騙されているはずなのに、また信じた。インチキおじさん、ほら、インチキだった。悲しいお知らせがあります。力にとらわれてしまったみたいなの。ボディが引き寄せられちゃう。一体どうしたことだ。この強力な吸引力はまさか業務用掃除機。掃除機かと思ったらズヤスコだった。太郎くん、寄ってこ。お店の中に重大な秘密が隠されているかもだ。ここはいいよ。何でも売ってるし、爆安。私は早くと何回言ったでしょう。
入店してしまう。あと50センチくらいで入店してしまうよ。いらっしゃいませの浮き目に。飲みたいとも思わない缶コーヒーを68円で買わされちゃう。ピンチ。はあ、申し上げます殿、我が方の小銭どもが死に場所が欲しいと言うております。くらいはいるよ。戻して戻して、私なんか中腹が減ってます。いいよ、ぷくぷくに。カロリー満点。よこせ。そういう理由ならよろしい。うむ、うまいもんか。こんな外側サク中ホクッとした揚げ物なんかうまいはずない。負けない。こんな卑怯なコロッケなんかに、戦いの中で散っていったみんな、私に力を貸し、うまーい。いろんなことがどうでもよくなる、うまさん。こんなんでご飯食べたら炭水化物的にアウトだね。もっと食わせなさい。あー、幸せ。
別にそんな準備しなくてもマクだけでよかったんじゃない？クライアントとメールやり取りしてる。英語の成績が悪いせいだと思うよ。そのクライアントのご家族がね、見えるんだって。霊視だね。甘いなく。ボーイ知り合いです。違うよ、猫の方だよ。見てるんだよ。かわいいね。どうだった？猫の霊視で持ってきゃいいじゃん。お茶の間のハート、ぎゅぎゅーっとわしづかみ。